うも、ゆうチャンネルのゆうです。本日は夜更かしの歌から七草なずなちゃん、ようやくですね、ようやくっていうかやっと出たなって感じですね。いやいやいや、このね、なずなちゃんめちゃくちゃ可愛いんで、こちらの方ね、獲得していきたいと思います。そしたら実際のスタートしていきたいと思います。はい、そしたらですね、夜更かしの歌、七草なずな、やばいっすね。いやいや、ようやくですね、出ましたんでやっていきたいと思います。そしたらですね、このね、長い箱なんで一旦立てていってからの、これで隙間していく形、結構ね、長細いんでいけるかなと思っとるんですけど、うわー、ちょっとですね、軽すぎるかもわかんな、これ。まあでも、まだ隙間していけると思うんで、奥側の方やってみます。うわー、ちょっと待って、やってしまった感がめちゃくちゃあるんですけど、どうでしょう。持ってこい。あー、これはやってしまったからね、一回手前側両爪で持ってみて、ちょっと動き見てみます。これでワンチャン何かしらアクション起こってくれれば。あーそうっすか。そしたら逆に右側の爪で左へ持っていく形、これで一旦戻していきます。左に、よしよし、とりあえず戻ったので、もう一回ですね、突き回ししていくような形で持っていきます。あー、やっぱり軽いな、これやばいなめちゃくちゃ軽い気がするんで、軽い気はするんですけど、諦めずにもう一回やってみます。奥側、あー、やっべーこれはめちゃくちゃ軽いそうな感じですね。正直今回突き回しで取っていきたいんで、何遍もちょっとやっていきます。うわー、やってしまったこれやばいぞ。倒れんなよ、倒れんなよ。オッケーオッケー、とりあえず倒れやんだもんで、もう一回ですね、奥側の方。いやー、やべ、これはやべえぞ、やべえぞ、頼むで。おい、グーなんじゃこの動き。まあかなり角度つきすぎたんで、これはもうつきましせんと、奥側左爪で横にパターンで、奥側にちょっと乗せていく形で、よしよし、これで奥側に乗っとるんで、もう一個奥側のバーに乗せていく形で、両爪で奥側持って、これで奥に送っていきたい。おお、いったいったいった。これでいい形になったんで、左爪で横にパターン、右にパターンしていって、これでもうちゃぶ台もしくは突きでいけるような形に持っていきたい。よっしゃよっしゃよっしゃ、これで OK ですね。これでまあ突きかちゃぶで迷うんですけど、突きで持っていきます。うわー、釣れたそしたらもうちょっと奥側でついていきます。よしよしよし、 OK、 よかったちょっとね、突き回しではね取れなかったんですけど、そしたらですね、夜更かしの歌、七草七菜ちゃん、こちらのフィギュアゲットです。結構ね、軽いですねはい、そしたら次ですね、ドラゴンボール Z から挑戦シーレッジベジータですね。まずこちらの方からやっていきたいと思います。こちらもね、前回のですね、ワンピースのローと一緒のような感じの箱なんで、簡単に取れると思うんで。おー、いいですね。そしたらこれは左爪で手前側回していく形で回るかどうかですね。お、いいところには入りましたか。回し切ってくれるかどうか。おー、いいですね。ちょっとね、かかってはないんで、手前の前にね、これをかけていくような形で、右手前、これでかかってくれたらもう次でいけると思うんですけど、おお、かかったな、かかったな、かかったな。これで奥ずり上げでいけるはずなんですけども、これで持っていけるはず、多分かかるよね、大丈夫よね。よしよしよっしゃ、オッケーめちゃくちゃ飛んでたんやけどそしたらですね、ドラゴンボール挑戦シーレッジで、こちらのベジータゲットです。はい、そしたら次ですね、こちらもドラゴンボール Z から挑戦シーレッジの、こちらはトランクスですね。こちらの方やっていきたいと思います。こちらも一緒のような感じで撮りたいんで、まず手前から、おっと、こっちの方がちょっと重たいんかなって感じしますね。動きがちょっと渋かったんで、さっきのねベジータに比べてしまったらね。なんで一回これはめる形で、おおマジか。もしかしたら右側の方が重心あるんかなって感じするんですけど、まあまあまあ、とりあえずまあ左爪からはめていくような形でもう一回持ってきますか。
おお、いいですね。先ほどのベジータと一緒のような感じになりましたんで、これまままっと回していくような感じで、ワンチャンこれで回し切ってほしい。さっきはね回し切らんなんですけど、あーやっぱりこっちの方があれですね。でかからんだもんで、手前のバーにね、これ左爪で手前側上げていって、かかるようにやっていってくれたらいいんですけど、重心次第。おお、いったいったいった、これで OK ですね。これで奥がずり上げて完了かなとは思うんですけども、さっきのねベジータと同じような感じで行ってくれたらなんですけどね、どうでしょうか。重心自体、うわー乗っちゃいましたけど、これ一回ついていくような形で持っていきますね。うわー場所間違えたやばいぞこの感じ。あー危ない危ない危ない、よかったかった。そしたら角をついていく形で、さすがに、うわー滑ったし、やばい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 、やめてよ、危ない危ない危ない。まあまあまあ、もうそしたら着くのはちょっと怖いんで、やめてちゃぶ台返しで持っていきます。これで頼むで、通ってくれよ、怖いんやけど。よしよしよし、 OK、 よかった、マジでちょっと通らんがどうしようかなと思ったんですけど、そしたらせドラゴンボール、こちらの挑戦士ですね、トランクス、こちらのゲットです。はい、そしたらですね、本日は夜更かしの歌から七草なずなちゃんのフィギュア、そしてですね、ドラゴンボール Z から挑戦士列連ベジータとトランクス、こちらのフィギュアゲットいたしましたので、うちに帰って開封の方ですね、していきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、そしたらですね、うちに帰ってきました。そしたらこちらの夜更かしの歌七草なずな、こちらのフィギュア、そしてですね、ドラゴンボール Z からベジータ、そしてトランクス、こちらのフィギュアですね、開けていきたいと思います。まずですね、夜更かしの歌七草なずな、こちらの方で上開けていきたいと思います。はい、上の方で開けていきました。まあまあまあ、こんな感じで入っておりますね。まあどっちかというと手前側に張り付いとる感じですかね、表面って言ったらいいですかね。そしたら次ですね、ドラゴンボールベジータ、こちらの方で上開けていきます。はい、上の方ですね、開けていきました。思った以上にですね、なんかちっちゃい感じがしますねまあまあまあ、こんな感じで入っておりますね。なんで結構ね吹っ飛んだのかなって感じはしますけど、まあ重心自体がねトランクスとねちょっと違ったんで、まあこういうのもあるんかなって感じしますね。そしたら次ですね、トランクスの上開けていきます。はい、上の方で開けていきました。まあまあまあ、ベジータとね入り方は一緒なんですけど、やっぱりねフィギュアの大きさでね、ちょっとね重心とかねいろいろね変わってきて、結構ねベジータよりトランクスの方が重かったのかなって感じがしますね。そしたら次ですね、夜更かしの歌七草なずな、こちらを出していきます。はい、七草なずなちゃん出してきました。いやいやいや、これはちょっとクオリティ良さそうですよね。めちゃくちゃいいんすけど、めっちゃ可愛いんすけどまあ吸血鬼なんですけど、ちょっとねやっぱ可愛いっすねそしたら次ですね、ドラゴンボール Z ベジータ、こちらの方出していきたいと思います。はい、ベジータの方で出していきました。まあまあまあ、こんな感じでね入っておりまして、台座がねちょっぱねちょっとでけえですねまあ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 、そしたら次ですね、トランクス、こちらの方出していきたいと思います。はい、トランクスの方ですね、出していきました。台座がですね、思った以上にちっちゃいですね。まあ僕としてもね、台座ちっちゃい方がね、めちゃくちゃ助かるんでね。そしたらですね、こちら3体、組み立ての方、していきたいと思います。
はい、そうですね。こちら3体、組み立ての方、完了いたしました。いやいやいや、今回のね、フィギュアもね、めちゃくちゃいいですね。特にね、ナズナちゃん。そうですね。今回獲得したフィギュアは、こちらになります。いやー、いいですね。そしたらまずですね、ナズナちゃんの方から見ていきたいと思うんですけど、いやー、やっぱりですね、クオリティがね、なんかすごくいいっすね。めちゃくちゃ完成度高くないでしょうかね。いや、この感じ、後ろもね、結構いいですね。いやいやいや、これは完成度、クオリティ高いですね、やっぱり。いやー、いいっすね。そしたら次ですね、ドラゴンボール、ベジータとトランクス。こちらの方ね、こちらの方はね、結構ね、シリーズもね、長いんでね。まあ、次ね、何出てくるんかなっていう感じもするんですけど、ちょっとね、そういうところもね、結構期待して、待ちたいと思いますね。でですね、夜更かしの歌のシリーズ、こちらね、第1弾になるんですけど、次ね、コウ君とかね、いろんなね、吸血鬼のフィギュア出てきてくれたら、正直嬉しいと思ってます。といったところですね、本日の動画、これで終了したいと思います。少しでも良かったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いいたします。